いいよね、いいよね、はい、いいよね、励ましちゃうのやめてもらえますか。ダセー、これはダセー、厳しい、厳しいな。多分真っ当な判断と思いますよね。54はいはいあはい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 はさあ、それでは早速行きましょう。最初のお題はこちら。ステフィン・カリーのまだ世に出ていない得意技とは何？それではお考えください。制限時間4分です。用意スタート。はい、あら、じゃあ中条から行きましょう。ステフィン・カリーのまだ世に出ていない得意技とは何？生足。素晴らしい、素晴らしい、面白いね、面白い、はい、面白い。ダメです。どういうことか、こと、ゼロポイントです。そういうこと、面白い、素晴らしいじゃないですか。素晴らしい。さあ行きましょう。じゃあ鈴木行きましょう、はい、ステフィン・カリーのまだ世に出ていない得意技とは何？けん玉。面白い。1ポイント。自分で真顔で面白いって何ですか？見ましたね、こんなの。じゃあ高田さん行きましょう。ステフィン・カリーのまだ世に出ていない得意技とは何？そうめんを茹でた時のダマを作らない。1ポイント。いいよね、いいよね、はい、いいよね。励ましちゃうのやめてもらえます？オッケーオッケーオッケー。チームスポーツじゃないですよ、今日は。でもバスケ行ってても、いや、バスケはチームスポーツだけど、みんなバスケすぎるから、今芸人の一年でお願いします。はい、お願いします。頑張ります。はい、はい、お願いします。はい、じゃあ中条いきましょう。ステフィン・カリーのまだ世に出ていない得意技とは何？パーカーの早脱ぎ。ダメ。はい、はい、高田さんいきましょう。ステフィン・カリーのまだ世に出ていない得意技とは一体何？おむつ替え。ダメ。早脱ぎとおむつ替えかな。ちょっと引っ張られたかな。失礼しました。勢い最初だけなんですか、これ。ちょっと止まってますね。勢い最初だけやん。その答え見ていいね。横の答え見ていいね。これは珍しい大喜利ですよ。はい、さあ中条いきましょう。ステフィン・カリーのまだ世に出ていない得意技と何？一輪車。ハート。女の子喜ぶかなと思ってハートつけてみたんですけど、はい、結果どうですか？ありがとうございます。喜んでいます。はい、2分経過。喜んでいますがポイントなし。そしてそれに対して何を宝田さんがいいねと言ったのかが謎です。はい、じゃあ鈴木いきましょう。ステフィン・カリーのまだ世に出ていない得意技とは？早着替え。引っ張られてるんだから。パーカーがあってなんとか面白い人とおむつに行ってそっから早着替え無理やろ。はい、はい、中長行きましょう。ステフィン・カリーのまだ世に出ていない得意技とは？白線の上を歩く。あ、子供か。1ポイントゲット。あいいですね。高田さん参りましょう。ステフィン・カリーのまだ世に出ていない得意技とは何？すぐ仲良くなる。ダメ。そうですね、ハートつけとけば喜ぶって思われてるね。ちょっとそれがちょっと下心が見えたね。いや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 、違うんですよ。やましい心が見えたんですよ。いや、そういう見えましたよ。でも僕も嫌としましたもん。うん、はい、ほんでみんな余計なことばっかするからもう全然時間ないからね。じゃ攻め方変えてみます。おお、わかりました、はい、続きいきましょう。ステフィン・カリーの特有だと何？マフィンをカリーカリーに作る。だからなんで味不足して出すの？いやいや、ハート作りましたけど。ハートつけてるし。はい、はい、じゃあ中長いきましょう。ステフィン・カリーのまだ世に出ていない特有だとは？カリカリ怒る。ダメ。厳しい、厳しいな。厳しくないよ。多分真っ当な判断だと思いますよね。さあ高田さん参りましょう。ステフィン・カリーのまだ世に出ていない得意技とは一体何？穴を掘るのが早い。ダメ。面白かった、いい答えですね。さあもう残り時間がありません。10、9、8、7、6、5、4。はい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 、ダメ。なんか顔叩く準備していたけど叩くのもなんか嫌な気がする。
はい、というわけでトータル以上の結果、ブラゴーリ鈴木が4ポイント、はい、高野さんが3ポイント、そして中条が1ポイント、はい、あの本当はお題にも行きたかったんですけど、みんなが余計なことばっかりするから帰れなかったんですよ。もう本当チームプレーでね、うん、いや違うんですよ、結構、はい、団体力は。いや 目力だけすごいね。負けた試合の後の空気を。どうでした、やってみて。でも本当に皆さん面白い答えを出していただけて、なんかこう自分もこうなんか励み。お前ジャッジガールズ側か。中田さんは。そうですね、まあ確かに、うん、試合には負けた感はありますけども、はい、でも勝負には勝ったかなと。ってことやった、はい、じゃあ中条さんは楽しかったです。はい、そうでしょうね。はい、ご苦労様です。さあ、ジャッジガールズいかがでしたか。が出てきて、はい、もうそれに乗っかってる感がすごくて。そうですね、だから芸人は神瀬のつもりでやってるけども、女の子側からしたらなんかこのやらしい気持ちにしか映らなかったという。彼はやらしい。そうですね、うん、あんま素直じゃないですね。多分すごい素直だと思うよ、うんうん、失礼しました。最後まで頑張れ。さあ、それでは、シュートブロックの方に参りましょう。さあ、それでは、シュートブロック参りましょうか。すごいですね、いつも姿勢がもうカメラ目線まっすぐ。残念ながらね、あれサブカメラなんですよ。あのメインあっちなんですよ、はい、いや決めてたの3人とも、なんなん。MC 喋ってるからこっち向いてくれへん。さあ、あなたたちは筋肉側ですから、はい、どちらかといえばこっちのシュートブロック頑張って。いや本当ですよ、ね、はい、ポイント稼いでくださいね。頑張ります、はい、現状大西ライオンさんの12ポイントが1位です。ちょっと先輩方の見させていただいて、はい、だいぶ対策できたんで僕。ああそうですか、もう楽しみです、チャレンジが。おー、わかりました、はい、不思議とこちらはワクワクしてませんけども。いや、何ですか。さあ、それではじゃあ、一番ポイント低かった中条からいきましょう。はい。もうないですよ。もうないですか。もうないですね。こう撮影のたびにパーマ当ててくるのやめてくれる。力入ってんな。裏で女の子聞いた。アピールがすごいですね。そういう競技。はい。全国大会出たこと。やらしいな。やらしい。保険かけるみたいにやめてください。よーい、スタート。まさかの絶対バンク狙ってないやろ。いや、やっと1ポイント。いや結構ガチで外してるやん。あれあれ、これ一番やばいで、悪魔の和田作戦で1しか入ってないよ、まだやば。日本あの作戦で、あの作戦ミスる。いや全然外せない。ほらある。あー、回転は綺麗やけどな。やばいやばいやばい、女子からやばいっていう声が出てる。あ、短い。全国大会。ダセー、これはダセー。はい、これはダサい。ダサ。あんなモテに行って全国大会とか言って、うん、最後ボードのね横にいいもん見れましたね。ますわ。はい、ということで大喜利と合わせて4ポイントです。はい、ありがとうございます。続いて高畑さんが3ポイント、はい、3ポイントです。はい、じゃあシュートブロックで何ポイント稼げるのか、よーい、スタート。あれ、はい、高畑さん始まってる、始まってるよ、始まってるよ。ああ、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 そっちで行くんやな。ああ、ああ、ああ、そんなそんなタイプちゃうやろ。もう無理よ、1分連れてからだよ、連れてから。ああ、もう顔も面白くないよ宝田さん。もう顔も面白くない。打たないじゃん宝田さん。もう打ったことないでしょ。打たないでしょ。顔も面白くない。ダメ、芸人が一番やっちゃダメな顔。あれあれ一番ダメな顔してる。でしょうね。9 8 7 8。最後頼むで、一本1 0。うわ、マジでやばい。
高田さん終わり。え？シュートって打たないと。え？これ3秒ぐらい。いやいや、どんな時間の感覚してんねん。一分大事にしようとして。あ、なるほど。なるほど。1分を3秒に感じるぐらいすごい集中力やったってことです。そうです。あの、すごい集中力の持ち主です。ありがとうございました。ありがとうございました。俺ちゃんと覚えてへんけど、全体の記録多分デビューやと思います。あ、3点でしょ、だって。まだわかんないです。まだわかんない。いきましょう、続きが。はい、お願いします。8点以上。はい、8点取ればトップタイです。了解です。よーい、スタート。さあ、2からいった。あ、短い、ちょっと短い。さあ、和田作戦、いく。白馬の和田作戦、しかしこれ安全難しいねんな、みんな。さあ、いった。さあ、いった。入った。あれ、やばい、蹴った。なんか、あれ、なんかおかしい。あ、でも入った。2点。2点。2点。案外、動きがなんか、そこまで3点。あ、いや、なんか、余計なステップ多いな。最後、シュート打つ直前で。なんか多いぞ、多いぞ。4点。なんかね、足踏みが、なんか多いぞ、多いぞ。全部ドラベリングちゃうか?5点。6点。離れないね、もう。もう、勝ちに行ってる、勝ちに行ってる、勝ちに行ってる。あ、入ってるよ。あ、短い。あ、お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 、あれあれなんか変なことした。エアボールかい。マジで意味わかんないですけど、あの最後に急にチョケ入りましたけど。え、チョケじゃないですね。あのってなるとその前のガチは何やったんですか。いやもうちょっとどういう目線で見ればよかったんでしょう。我々は腕がここから離れちゃって疲れすぎて、めっちゃしんどかったんですよ。ガチ？こっから上がんなくてこのままこのままなっちゃって、どんだけバスケしてないねん。7ポイントゲットしたので合計11点でした。やったー。あとなんかちょこ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 してもう笑われてたよ、みんなに。そうなんです。なんか大喜利の時にやっぱバスケ選手感あったんで、うん、一番期待してたチームなんですけど、そうやね、うん、まあそこそこでした。いやいやそんなことないよね。大喜利もバスケもそこそこのチーム。そんなことないよ。チームそこそこ。そんなことないですよ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 。ノーマンの否定だけやめろ。ないですよ。うるさいね。チームワークは一番いい。そうだね。ありがとうございます。チームそこそこのそこもあの、そこのそこやから。そんなことないですよ。そんなことない。それはないよ。そんなことないですよ。そんなことないですよ。やめ。やめない。それやめ。うるさいな。どっか行け。皆様。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また見てねー。